2020年、ジャニーズ事務所から誕生したストーンズとスノーマン。彼らの同時デビューは、ファンたちにとって、待ちに待った瞬間であり、音楽業界にとっても、大きな注目を集めました。しかし、そのデビュー曲には、令和1位という、驚くべき成績が記録されました。彼らの成功は、彼ら自身の才能や、努力だけでなく、ジャニーズ事務所のバックアップやファンの熱い支持も、 大きな要因です。ストーンズとスノーマンのデビューは、ジャニーズ事務所の新たな展開を象徴するものでした。彼らは、従来のアイドルの枠を超えて、より多様な音楽ジャンルや、パフォーマンススタイルを提示しました。特に、ストーンズは、ロックや、EDM などの要素を取り入れた新しいスタイルで、多くのファンを魅了しました。一方、スノーマンは、パフォーマンス力の高さと、 キャラクター溢れるメンバーたちの魅力で注目を集めました。しかし、彼らの成功には不可解な要素もありました。スタート社の社長である滝沢秀明氏が彼らのデビューに直接関与しなかったことは多くのファンや業界関係者にとって驚きでした。滝沢氏はこれまでジャニーズ事務所のグループをプロデュースし育て上げてきた重要な人物であり、彼の不在は ストーンズとスノーマンのデビューにどのような影響を与えたのか多くの議論を呼びました。また彼らの成功とは対照的にジャニーズ事務所内では他のグループも大きな動きを見せていました。長年の活動を経て嵐はほぼ独立し個々のメンバーが新たな道を模索しています。彼らの後を継ぐ存在としてストーンズやスノーマンが台頭する中 嵐のファンたちは彼らの活動に対する期待と同時に彼らの新たなステップに対する寂しさも感じていることでしょう。一方、ナンバーアイは会心劇を続けています。彼らはストーンズやスノーマンと同じくジャニーズ事務所からの新しいユニットであり、独自の音楽スタイルとパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。彼らの活動もまた ジャニーズ事務所の新たな展開を示すものであり、彼らの成功は、ジャニーズファミリー全体に勢いを与えています。ストーンズとスノーマンの同時デビューは、ジャニーズ事務所の新たな時代の幕開けを象徴するものでした。彼らの成功は、過去の枠にとらわれず、新しい可能性を切り開く、若手アーティストたちへの道を開いたと言えます。そして、 彼らの今後の活躍にはますます多くの期待が寄せられることでしょう。オリコンが令和で最も売れた各音楽ジャンル作品をまとめたオリコン令和ランキング実質集計期間2019年4月29日から2023年12月31日の作品別売上数部門を4月11日に発表。シングルランキングではシックステンザブスナウ万名義でリリースされた。 イミテーションレイン、DD が188.2万枚を記録して1位を獲得した。2020年1月に同時デビューしたスノスとスノーマンとストーンズのデビュー曲を収録した同作は史上初のデビューシングル初週ミリオニア、男性アーティスト歴代1位となる初週132.8万枚で初登場1位を獲得。 今回の令和ランキングでも唯一の期間内150万が迷子を達成している。ストーンズのジェシー27は、それぞれのグループのカラーを生かして、お互いに、いろんな音楽、表現を世の中に生み出せていることが嬉しいです。スノーマンと一緒に、エンターテイナーとして、一人でも多くの人の活力となるような活動を続けていきたいと思いますとコメント。 スノーマンの岩本テ氏シ30は、切磋琢磨してきたグループでしたので、ライバルという思いもありますが、おめでとう、という自分たちのことのように嬉しい気持ちの方が勝って、いました。ずっと応援してますと、お互いのグループについて語っている。今回の快挙に、令和シングル1位おめでとう。すごいな。二人のコメントに、胸熱。 スノスと令和シングル1位おめでとうございますすごく嬉しいニュースこれからもお互いをきライバルとして飛躍していきますようにといった歓喜のコメントが XQ ツイッターには寄せられている Q ジャニーズでは初の同時デビューとなったスノスと彼らをプロデュースしたのは今やトベを率いる滝沢秀明さん42でしたが両グループをライバルのように打ち出し それぞれのファンが競うように CD を購入したことが、今回の令和ランキング1位につながったのではないでしょうか。当時は批判の声も多くありましたが、滝沢さんの名プロデューサーぶりを証明する結果となりました。スノストを事務所トップのグループに成長させたタッキーの手腕。2018年10月、ジャニーズをデジタルに放つ新世代というコピーとともに、 ストーンズの巨大ポスターが都内の主要駅に張り出された。旧ジャニーズ事務所はそれまでウェブ展開に消極的だったものの、滝沢市の主導で同3月に YouTube チャンネル、ジャニーズジュニアチャンネルを開設するなど、デジタルでの展開もスタートさせて話題を呼んだ。また、ジャニー北川氏去年87も、藤島ジュリー恵子元社長57もスノーマンをデビュー。 させようとは考えていなかったものの、2019年9月に、旧ジャニーズ事務所本体の副社長に就任した、滝沢氏の後押しもあり、デビューに至ったとも言われている。滝沢さんのプロデュースがなかったら、スノストが、ここまで売れることはなかったのかもしれませんし、スノーマンはそもそも CD デビューできていなかった、可能性もあった。それが、今やスノストは、 暗い話題が続く旧ジャニーズで最も売れている事務所を牽引する存在へと成長を遂げましたよね。旧ジャニーズタレントが移籍することになった新会社スタートエンターテインメントによる初のライブイベント We Are Let's Get the Party Start が4月10日に東京ドームで開催されスノスともパフォーマンスを披露した。東京ドームライブにファンは沸騰しましたが 批判も少なくありませんよね。一連のジャニー氏の課外問題の口火を切ったイギリス公共放送 BBC のモビーン・アザー記者は4月10日のオンライン記者会見で優先順位が違う。コンサートは無神経だと苦言を呈し SNS にもイベントを開くことに違和感しかないといった声は上がっていますからね。そんな中、唯一の希望とも言えるのがスノストです。 ただ、彼らにとっても、スタート者には、滝沢さんのような名プロデューサーがいないというのは、痛手で,でしょうね。ライブ、We Are ーーレ e ド s Get the Party Start の演出を、嵐の松本淳40と、スーパー8の大倉忠義38が手掛けているが、彼らはあくまでも、プレイングマネージャー。また、社長の福田敦志氏58は、以前、 週刊文春文芸春秋のインタビューに、タレント要請については何もわからないと断言するなど、経営面に注力している。旧ジャニーズから、半ば強引に移行した感じのスタート社が今後、新たに飛躍していくには、滝沢さんのような敏腕プロデューサーの台頭というのが、不可欠になりそうですよね。嵐も、5人の会社を設立。 スターと社からはほぼ独立状態にも見えてしまう状況です。タレントが同社に全幅の信頼を置いていない求心力がないことが伺えます。とべに遺跡のナンバー愛は大躍進。4月10日、嵐の5人が株式会社嵐を設立。声明ではこれまで以上に主体性を持ち、これまで以上に主体的に判断をし、これまで以上に 主体的に行動したいと、したいというワードを3度も出したことも一部で話題を呼んだ。翌11日には弁護士の篠宮隆氏が同社の代表取締役に就任したことも明らかになった。篠宮氏は日韓スポーツの取材に活動の基盤を作り準備している段階です。マネジメントより、まず環境づくりです。活動の一番大事な下地を作っている。 ということです。環境を整えてからテレビ局、映画各社やスタートエンターテインメント含めた関係各所との調整を行っていくことになるでしょうとコメントしている。株式会社嵐の代表の篠宮氏がスタート社を関係各所と明言しているんです。つまり、嵐とスタート社は一体ではなく仕事をする契約先ということですよね。4月10日より、 本格指導したスタート者ですが、ジャニー氏の問題、タレントとの関係性も含めて不安視されていることも少なくない。一方、戸部に移籍した平野翔さん27、神宮寺優太さん26、岸優太さん28によるナンバーアイは、快進撃を続けていますよね全出の芸能プロ、関係者。ナンバーアイは、デビュー曲。 ゴートのメガボルトの YouTube 再生回数が4500万回を突破4月12日午前10時現在。WithMusic、日本テレビ系、CDTV ライブ、ライブ、TBS 系、ミュージックステーションテレビ朝日系などの地上波音楽番組にも引っ張りだこ。さらにアメリカカリフォルニア州で毎年開催されている世界最大級の野外音楽フェス。 コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバル2020スノストそしてナンバーアイと、滝沢さんが手掛けたグループは今、とんでもない大活躍をしている。彼が、今のスタート社にいたら、体制、所属タレントやグループの仕事事情もだいぶ変わっていたのではないでしょうか。やはり、滝沢さんの離脱は、あまりにも大きいように感じられますね。 タッキーがいないスタートシャトタッキーが先頭で仕切る、飛べ、男性アイドル界を制するのは、どちらになるのだろうか。画像、永遠に見ていたいスノーマン岩本テラシ、遊園地で見せた、超笑顔と、クールな横顔。オリコン令和ランキング1位の快挙にコメントを寄せた、岩本。グループのインスタグラムに、アップされた、遊園地で撮られたショットには、横顔を永遠に見ていたい。 笑顔は可愛いし、横顔は、ビクールでかっこいいし、幸せのため息しか出ない、かっこいいとかわいいのフリ幅がすごいのよと、絶賛コメントが寄せられた。